はい、ジェンです。おはようございます。今日もですね、おさはいに参加したいと思います。おさはいっていうのはですね、朝練、おはようサイクリングの略なんですけど、まあ、例のグループライドの中で早い人がですね、朝練習をしているというメニューで、で、結構きついんですよね。はい。なんでちょっとプレッシャーあるんですけど、頑張ってついていきたいと思います。最後までご覧ください。はい、お朝日コース。結局朝みんな来なくて、一人で練習してきました。まあ、もっともね、ちゃんと集まって練習しようっていうふうに約束してたわけじゃないんで、多分プルダローベースだったんで、仕方ないんですけれども、まあ、たっぷりと練習できました。これからね、午後は相模原の方に行って、それでヒロ君と、コーヒーじゃなくて、ゼブラコーヒーとかをしながら、ちょっと相模に行きます。はい、じゃあ行ってきます。気をつけて。で、榛名神社がこうやって13%、14%あるらしいな。そこまで足を貯めて、出られるあれなんかすごいスピードだったりしてたんですけど、これ記憶がなんか、それ終わらせてからなんかこっちの方来てます。そう。めちゃめちゃいい。ね、声かけちゃった。非常に嬉しいです。見ていただいてるんだなっていう。よく飛ばすね。飛ばすね。北海道アイスクリーム。食べるんですこれ。名物オミノパンです。140円、かなり安いです。
はい、ということで、ずっと相模の方を回ってきました。今日はですね、おはさいの練習コースを午前中回って、それで午後ですね、相模原の、ゼブラコーヒー、あと宮ヶ瀬湖に行って、帰ってきたということで、まあ、距離としては結構100キロ以上行ったと思います。まあ、結構いい強度で、全体的に回れたんで、まあ、とてもいい練習だったのかなというふうに思います。まあ、明日レストなんでね、まあ、今日ちょっと走っちゃおうということで、頑張って走ったんですけど。で、帰りはですね、お値段ずっと走ってきたんですけど、まあ、なんか足がぐるぐる回ってですね、調子良かったです。まあ、っていうのも最後、荻野パンで揚げパンを食べたんで、まあ、揚げパンがちょっと効いたのかなと。まあ、いうことでいい補給食になったかもしれません。はい。ということで最後までありがとうございます。サイクリング日和ではこのように自転車の楽しみとかですね、あといろいろレースに出たりグループライドに出たりということで、とりあえずは富士ヒル目指してですね、頑張っていますので、もしよかったらチャンネル登録してくれるとよろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。あ、風で